はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。新しい闘技場の前に前回の結果から見ておきましょう。5868、はい、で今回ですね、第72回ギラー属性強化となっております。全ダメージ 30% 軽減、ギラー属性威力 40%、 物理力プラス 25%、 HP プラス 30%、 ウェイト240ということで、打天使エルギオスを使ってくださいというパーティーになっております。私のパーティーこれでいきましょう。ランク8には左側3人ね、バラモス、マゲス、ピサロ、8になっております。まあ、今週1週間は、まあ、サムネにもあると思うり、エルギオスを人間バージョン、打天使バージョン駆逐していきたいなと、そういう1週間したいなと思っております。パーティーはちょっとわからないので、途中で変えるかもしれませんと。当たってみないとわからないので、先出る？なんか相性悪そうだけど。メラでもいいですか。はい、じゃあこれでいきましょうかね。とりあえず。はい、で、電光石火じゃない、これだ、ドゥ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 ン、いこうか。まあ、あの人型のこれは、あ、ダメか、こちらね。寝ると思ったもう鎧の騎士系はなんか寝ると思った。あぶねあぶねー。はい、いや、打天使か、打天使エルギオスは、またイオが弱点なので、イオデンが弱点だったかな、だったので、まあまあこんな感じ。本当はね、アークデーモン入れようかなって悩んでたんですが、でギラも受け入れるんで、アークデーモンね、あれがいいと思ったんですがね、私はあんまり使ったことがなくて、使い勝手がうまくいかなかったらちょっとやだなと思っちゃって、でエルギオスはいいんですが、他の強キャラに対して倒せていけないんで、あ、来た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 、行こう。 S8 あー、 S8 やばい、もうやばいよ。で前回大会で1回だけ打天使エルギウス当たったんですが、トスが無凸だったんで、あの見かわしみたいな あるじゃないですか、あれがねなかったんです。なのでまあ、勝たせていただきましたが、まあ、一つ以上がもうあれですね、勝負ですね。いやいやいや、で素早さがそこまでないっていうのが、まあ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 って感じかな、うん、よし、逃げ、みんな逃げるぞ。最初サンディってどうするんだっけ、攻撃対象いない、いてもやんのかな、ギラフォースなんか打った気がするね。なんで、あとはエルギオスは混乱が弱点なんで、そこがね、バラモスとは相性が本当にいい。でも受けてからなんだよな、4マス以上でギラなんで、まあ、なあ、1人2人は持ってかれるだろうねって感じになる。まあしゃあないね、それはね。もう今後大会ではそんな感じになりますよね。一人二人は持っていかれるよね。これよし。で、これがこれなんだな。じゃあ、こっちの方で少し散らばしとく？散らばしとく。あ、当たるのか。あ、でもこれ牽線範囲か。牽線の範囲なんで。1番、まあ、ギラフォースか、ギャルショット打つか。で、2番目が、
来るね、あれね。やだね。やだね。誰狙う？メラは食らわないようにしとこうか。あー、燃やされんな。燃やされるよ。バードは。どうがいいかな、どういたら一番いいかな。燃やす方で来ると思うんだよね、これね。こっち。これだと、これ入ってないね、一応ね。はい。まあ一応これにしとこうか。で、1、2来て3か。3がうちか。3がうちか。一回麻痺取る？いや、3、3でいく？ギラね。3でいく？もしくはピサロね。で4番がまあ人ってもいいか。こうなるとピサロ、まあ、サンディを落とそうか。じゃあかマルティナだね。マルティナの麻痺が弱点ついてるんで、ちょっと待って、3番4番ね。それでマルティナ来る。マルティナが、あ、これは大丈夫ね、当たらない。6番もまあその時の流れでいきましょうか。で7番目が来る。これがもうやばいよね多分。で一番やばいのがあのカタストロフィー、なんとかなんとか違った名前、カタストロフィー、そうだね、カタストロフィー、これが食らっちゃまずいやつなんで、射程1のところにいなきゃいいってことね。あとはグルリンチョが来るって感じか。射程1さえいなければまあ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 って感じだと思うんです。よし、いくか。で、バラモスがどうするかだな。燃やされたくないしね。で、ピサロは行ったんで、そうだね。で、なんだっけ、エルギオスを巻き込みながら混乱域を吹きかけていく感じ。はい、じゃあ行こう。よし、ここはちょっとガチめのメンバーなんで、向こうがね、いい指標になるんじゃない？うん。じゃあこれピサロ、燃やすなよ。ちょっと待って。まずい、それはまずい。そうか、そんな範囲だったっけ。こっち行く？じゃあこっち行っちゃう？いや、ちょっと待って、そうか、そんな感じなのか。失敗したね。こっちで、また届かないもんね。こっちでやるか。あとはドルマゲスに必中が入るかどうかだね。必中のやつって、なんだっけ。カタストロフィーが必中なんだね。これカタストロフィー入っちゃうよね。入らないか。じゃあ、これで一応行きましょう。あとは、魅了されたくない。魅了やめて。で、メダパニもいいんだが、こっちで、グルリンチョは、グルリンチョ、はい、じゃないけど、ちょっとまずいね、これ。こっちから、これは打てるね、一応。これは入ってるか。ちなみに、ギラは激減なんだよね。だから、一応耐えれるかなと思って入れたんだよね、で、サンダーバードを。それもある。これ入らないように、これはまあ、食らってもしゃあないって感じでいきましょうか。これで麻痺を取る。よし、じゃあこれいこう。はい。ドゥ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 ン。麻痺、ちょっと待って。麻痺って、ドキドキ麻痺じゃないのあれ。ごく稀にか。マジっすか。戯れ。いやー、ピサロ行っときたいなー。ピサロ行っときたいし、どうしようか。カタストロフィーじゃなきゃいい。これだね。これで、
これさ、しかもどこに来る？これ。2マス移動してのあれだから、引っ張らなくていいんだよな、正直。こっちから行ったらまずいよな。それか、一応、試してみる？いや、基本受けなくていいよね、カタストロフィー。これでやりながら、行くか。次、バタフライ。あ、向こう来てからバタフライか。じゃあ、一回これで行きましょうか。はい。入ってね。よし。OK。うん。耐えらんないか。それ耐えらんないんだね、やっぱね。これはどうする？混乱は、いや、バラモスがどうするかだよね、これ。バラモス。で、次のサンディの範囲、あ、入ってないか。次のサンディの範囲はまあよしとして、でこれを誰を優先で取っていくか。でバラモス 1,2,3 からのプカで向こうに入っちゃう、そこの場所かな。ギラギラ一応等倍1187か。あ、いやいやいや、ギラ強化、そうか、ギラ強化か。あ、それはダメだ。ラリホ向こう半減、半減か、半減やる必要ないな。どっか、ピサロがちょっと邪魔だね。で魔法じゃないと入らないし、ダメージがね。ファイアブレス、ファイアブレスもダメ。ここで混乱取りたいね。ここで混乱取ってマルティナとエルギオスを息を吹きかけていく。うん、そうだね、その感じだな。これ取ってくんないかな、ダメかな、ピサロ取ってくれなかったらちょっと辛いね。じゃあ行きましょうか。混乱、はい。OK。で、こっから、これ。で、これは入ってない。入ってないね。入ってないんで、これでよしと。で、マルティナを混乱取っちゃって。よし、OK。ナイス。よし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 。で、はい、次、2段目。ギャルショット来るよ。あ、癒しか。あー、そっかそっかそっか。そうか。うん、うん。今日来ます。お、いいぞ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 。今日来ます。はい。今発動した？発動してない。もう、発動してよ、そこは。マーチ、あ、落とせるか。落とせるけど、まあ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 、よし。でここ行って、タワムレで呼ぶ、サンディ呼ぶ。はい、今日来ます。 OK、 なかなかいいよ。ファイアブレス OK です。いいんじゃないですか。いや、バラモスは相性いい、打天使エルギオスに。サンダーバードが耐えられなかった。よし、あとは人型だな、人型。まあギラ属性強化なればそうだね、サンディも出てくるね。トンネラとか使ってくんないかな。まずとりあえずエルギオスチェックからなしか。よし、じゃあどうしましょう。じゃあ変わったパーティーにしようかな。変わったパーティー、
どうしましょうか。まあよく当たるようなパーティーになっちゃったね。あ、いやあのメルトアってね意外とダメなんですよ。相性悪いんですよ。耐性が良すぎてダメなんだよね。じゃあここにします。これもな、向こうのバタフライの運によるんだよな。ここはセラフィーが、これ一応無凸か、無凸、ちょっと行きましょうか。早めに落としたいね。で混乱が取れるのは2人いるかな。はい、対戦よろしくお願いします。ハッサンアリーナかは混乱取れますので最初の方にマームな、落としてきたな。マーム、それからセラフィーか、落としておきたいですね。はい、行きましょうか。順番的、あ、結構うちが早いね。なので、え、1番さえ良ければもう行っちゃっていいんだ。よしよしよし、じゃあそういう感じにしましょうか。こういう感じ。アリーナは大丈夫ですね。なのであとは攻めましょう。でバタフライで混乱発散を取っちゃう感じかな、がいいかもしれない。でアリーナは、まあ、バラモスちゃんがやってくれるっしょ。これどっち出てくるかな。内側にちょこっと出てきてくんないかな。多分出てくるよね。で狙うべきは言ったように、言ったようにマームでもイオなんだな、聞くのがね。これだったら引いてからやる。これだって届いてないからな、うちのあれも。で混乱取ってから行っちゃった方が楽だよね、本当に。縦3っていうのは必殺でしたっけ、普通にあるんだっけ。あ、飛び膝の3があるのか。あ、飛び膝の3があるのか。それがちょっとあれか、軽ダメ T 字。あ、縦3あるんだね。縦3あるんだ、それちょっとやだな。あ、1番目であと引く、1番目あとか、アリーナを攻めちゃうか。これアリーナこんな風にしといて、こうすると烈進撃来るから、もうみんなこっち来ちゃ、6番はあそこか。まああれは届いてないからいいよね。で大丈夫、これ範囲に入らないように動きながら撃つ。でこれもう大丈夫でしょ。なので1番烈進撃させて、烈進撃させて、そうだね、行くと。で2番3番、2番これでいいか。ここで、あ、ここは無理にあれでもいいんで、あ、ここでいいか。で6番も移動しながら、でこの子が、あ、ここね、ここ入ってしまうんで避けながらって感じでいく。で次のターンも考えながら行きたいね。はい、じゃあそんな感じでいきましょう。よしよし、すり抜けすっ。でここは無理に行かなくてもいいんで、こっちで OK。 あの見返しされても嫌だから。でここは、これはどこでいいの、どっから撃ったらいいの。ここ大丈夫だね。ここでドゥ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 ン、あ、まあひどいな、 OK。 で、こういう感じで次に備えて少しでも、あ、これも当たっちゃうか。あ、なかなかだね。これでよしと、ミスってもよし。で、どうします？これは
これか、こっちを食らわないようにで、これも食らわないように痛いので、これはマームの方を狙っていくかな。次マーム落としたいからね。でここで待機、あれか、ラリホ効くのか、あーそういう感じね。でここまで出て、はい、こっからこっから勝負、こっからオッケー、これ入っちゃえばオッケー、入っちゃえばオッケー。でここですね、ここで、あっちを狙っていく。でこれは届かないので、これで落とせる人は、あいるいる、オッケー。で悲しいなをする。でファイアーブレスをする。おパーフェクト、パーフェクト、ダメージも食らわずボーナスって出てほしいね。いや今日の2戦目ですね、2戦目のあのエルギオスですね。まあとりあえず一つ自信にはつながりましたね、打点子対策としては。はい、というわけで1日目が終わりました。3勝0敗ですね。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。